こんにちは、佐々木です本日は、ラクマ。商品は購入されましたが、音詞普通の不気味な購入者でした。購入者が取引ボタンを押さない、嫌がらせをした場合、どうしたらよいですかというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画は、ラクマの、ねえー、と取引で、まあ、こういった問題が出てきます。でこの対象法をです、ね、ぜひ紹介させていただきます。はいえー、まずですね、えー、ラクマに 取引ですね、これをですね、えーっとまあ、連絡すれば大丈夫なんですけど、この場合、ですね、9日を通過した時点で、楽までね、自動的にあの相手のねあの、取引を調べまして、であのもう購入成立しているということで、自動的に入金をされます。はい、なので、ぜひ安心にしていただければいいかと思います。えー、私も何回もあります。はい、あとですね、まあ、こういった場合で、ちょっとあの心配な場合はです、ね、ぜひあの一度、 取引 ID を、ね、必ず楽マの方に連絡していただければ、楽マの方でね、調べるかと思います。はい。ぜひ安心していただければね、いいかと思います。で、楽マはですね、楽天が経営してますので、非常にセキュリティもしっかりしてますし、安心してください。はい。お金もね、あのちゃんと入金されますので、まあ、私もね、何回もありますので是非、ね、ぜひ安心していただければね、いいかと思います。はい。 LINE、えー、登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル10万円稼げるマルヒマニュアルプレゼンします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問です。一切受け付けてません。LINE の登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。